先月21日、薩摩町立久喜野小学校で児童と保護者による木のベンチ作りが行われました。子どもたちはベンチを作る木材が厚みがあって釘を打つのに悪戦苦闘していましたが、保護者の助けを借りながらなんとか組み立てることができました。今回ベンチ作りに使われた木材は県内産の間伐材を使用しており、ベンチ作りは森林体験活動支援事業の一環で行われました。親子で作った木のベンチは今月行われる彼岸花祭りでお客様のおもてなし用として使用するということです。これも一つ思い出になったと思います。最初は楽に打てたけど、最後ら辺がきつくなってうまく釘が入りにくかったです。慣れているようでうまくできなくて、でもこのようにきれいに椅子ができたのでよかったです。撮影は薩摩町の MBC ふるさと特派員田中光之さんでした。